私は普通のサラリーマンで、いろんな製造関係に行ってまして、今取っかかりがもう有名な堀安右衛門、私の師匠ですが、日本でナンバーワンの能面師なんですね。トップですね。はじめはその能面って普通の仮面、普通のおもちゃの面と思ってたわけですね。だからまあこんなのは簡単にできるだろうということで、その先生に習って1年たち2年たち3年たちやってたら、あれちょっとおもちゃじゃないなと、でやはり能楽の舞台で使う能面のがだんだん分かってきて、これはもう表情がやっぱり大事だと。だからただ彫って作り物じゃなく、舞台でどういうふうにその面が能楽師さんの技量で表情が変わるんだなという方にだんだん入っていきましたね。やっぱり30年経った今もまだまだ分からないところがあるんですけれども、なんとか身を見よう見まねでここまでやってきたということですね。